Hello there! 始まりました、もちゃチャンネルです。今回はですね、2度目のトイックの結果の開封になります。やっと来ました。また、で今回は全然住所とか間違ってないんですけど、全然来なかったですね。今週末には英検が CBT っていうですね、コンピューターのやつあるので、それも受けてこようかなと思うので、もしかしたら、それの、生配信もやるかもしれません。もし、なんかその英検、CBT 受けてる人が多かったらですけどね、受けてないかもしれないので、もしかしたらもうさっとやって、さっと終わるかもしれません。で、もし受けてたらですね、その CBT 受ける人ですね、12級、2級とか、あとは何ですか？受けるのが確か準1級と準2級と2級を受けるんだったと思います。もしかしたら3級だったかな？チェックしてないですけど、はい。とにかく3つ受けますので、質問があったらその時に送ってください。ましたね、はい。ようやく来ましたので、開けていきたいと思います。さて、今回全問正解することができたのかどうか。1月第1回戦、2019年の第1回、果たして結果はどうだったのかですね。まず、点数ですが、点数は、はい、満点ですね。満点を無事取ることができました。では、何パーセント取れてるのかを、確認したいと思います。これ、はい、よっ。では、まず、リスニング、さあ、プリティーズメジャードさん、100、100、100、100、100、100、はい、全問正解ですね。リスニングは無事、全問正解しました。では、続いてリーディングですね。リーディングさん、果たして全問正解になるのかどうか。よっ。なんて書いてある ?95、100、100、100、100。ということで、全問正解はなりませんでした。一つ。間違ったのか、推測できるのパーツが95になってますね。ということは1問間違ったっていうことだったのかもしれません。ですね。トイックってそうなんです。このパーセンテージのところってよくわからないわけじゃないですけど、トイックって別に全問正解しなくても、満点は取ることができるので、ですね。でもやっぱり受けるからにはですね、やっぱ全問正解したいですよね。なんで、まあ次回ですね。また頑張って、やりたいと思います。はい。応援のほどよろしくお願いいたします。ですね。これから、して、まあ、今週ですね、ちょっと面白い発表とかもありますので、ぜひ期待して見ておいてください。3月のトイックまた受けますので、ですね、その後の、生放送というか、っていうのも、やります。ライブですね。よろしくお願いします。はい。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.